おはこんばっちー、ハーチチャンネル始めていきます。今日はメレッおじの続きやっていきたいと思います。今日はカレンダーを見ていきましょう。今月オールスター、そして国際大会が待っております。おじ日本代表になって海外へ、そして念願の自家用ハイパージェット30億円を買いたいと思っております。ということで今日もおじ元気よくやっていきましょう。今日は楽天そしてオリックスと合計6試合、相手は最下位楽天だ。さあ打っていこう。おじだいぶね、対左それと得点圏打率良くなってきたので、まあ大丈夫だとは思うが、やっぱり早くねチャンス A、 そして対左 A をつけていきたい。今シーズンが終わった時にそれをつけつつの、ういそして左キラー勝負師をチャレンジしていきたい。海外かな、海外じゃないかな、どうかな、チャンスで回ってこいや。まあ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 、森くんが走ってくれればいいんだけどね。ど真ん中、さあカットマンのおじ、カットマンをしていくぜ。ファーボールで粘っていきたい。 OK、 前回ファーボールをめちゃくちゃ選べたのでまた選んでいきたいが、なか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 いいボールを投げてくる。大丈夫かな。おっ、チャンス、打たれ強さ B、 こりゃカットバスぜ。森くんの足なら戻ってこれる。追い込まれてツーツー、よし、うまい、完璧や、完璧なヒットや、ナイス。よし、さてとまたチャンス、でも右ピッチ、やっとどうだ、風、ドームでも風、いやー初球打ち打ち損じた、もったいね。2の1か、チャンスで、お渡る、あで対左、オッケー、ウェイナイスボール。追い込まれるまでは強振でいくぜ。追い込まれた、曲がるのなんでしょう、うまい、よしチャンスで3の2、そして対左でも勝つ、いっちゃおうかな、三塁、三塁いっちゃおうかな、うおって、オッケー、素晴らしい、間に合ったね、ナイス、完璧だわ。いやーよく走った、足が速いわ。オッケーオッケー、まあ、チャンスで一凡退がちょっともったいなかったかなぐらいだね。お、電話、なんだい、誰だい、国際大会来た、まさかね、こんな早く連絡が来ると。お前が日本代表、やったー、これは嬉しい、やったー、これで自家用ハイパージェットが買えるぜ。そうだね、インターナショナルベースボールカップの参加国地域と代表メンバーがということで、では商店街行きましょう。ここでレベルを上げていく、ブラブラと。これで街レベルが上がるはずだから、でもまだレベマじゃないかな、星3だね。まあまあまあしょうがない、アーケードを早くつけていきたい。そしてライバル対決やってやろう、チェンジアップあるはず。さあ本気を出していこうか、おじいのチャンス、オッケー、任せろ、422、うい、ストレート全スト、速えな、ツーツーと、ど真ん中、ミートランもワンチャンあったね。カーブが、ボール球、カットカット、危な、よし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 、ファーボールでもいい、ファーボールでもいいぞ、四球がついて、うまい、よし、ナイスヒット、タイムリーにはならんか、おじいが二塁まで行っちゃうけどな、ナイス、素晴らしいランや。とりあえずチャンスで打てたな、オッケーよ。でここでもう一発チェンジアップ、よしよしよし、2打席連続で打ってしまえ、よし、これは最低でも犠牲フライにはなるし、よし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 、回る、回んない回んない回んない、止まれ止まれ、オッケーオッケー、2打席連続ヒット、最高じゃねえか。でさらにまたや、どんだけチャンスで回してくれるんだライオンズさんよ。どうしよっかな、チェンジアップ、あ、やっべ、
もったいね。いや、ランナー3塁の時にこの当たりだったらね、よかったんだけどね。まあでもチャンスで 3-2 だから全然いい。で、へばってるね。へばーる。ど真ん中はちょっとさっき投げてくれよって感じ。カットしていかなきゃいけないもんね。あー、やべ、打ち損じた。打ち損じが早かった。いや、粘ってね、ファーボールを狙いたかったが、さあ、お、チャンス出た。左、うわい。ちょっと待って、このピッチャーなんか苦手だった気がするから、ミートでいこう。よし、最低でも犠牲フライと。うわー、対左でヒット打ちたかったな、やっぱ普通にな。 OK、 結果 OK です。チャンスでしっかりと打ててたし、ナイス。結果チャンスで 3-2、 そして犠牲フライ1と。対左は犠牲フライ1伸びたからね。まあまあまあ OK です。お仕事はしたぜ、4番の。これがおじいや。バッチリと打つことができたようだ。まだまだだな。そして町へブラブラまた行くと。しょうがねえな、ファンにせがまれるか。4人だと。では空き地行きたいと思います。ここで穴掘りワンワンしていこう。あ、てかさ、先に行かなきゃいけない場所あったわ。酸素カプセル壊れたの忘れてた。買いに行かなきゃ。そうしないと体力がやべえ。パワー経験値をもらって第3戦頑張れ。さあ、今ね、山岡さんっていう文字が見えたのよ。いやー、これはちょっとね、縦スラの山岡さんだよね。確か作中だったような気がする。どうだ、切れるか。さすがに切れるか。待って、ヒット打ちたいわ。やっぱチャンスではね、結果を残したい。そうだよね、作中だよね。あとカットだと思う。カットならば反応はできる。うまく打ったが、いやー、チャンスで打ちたかった。縦スラよ。てか楽天まだ19勝ってやばくない？今何試合やってんだっけ。これは打たなくてもいい。カットマンでいこう。カットマンの字、うい、いいよ。乱調、軽い球一発。粘っていけ、粘っていけ。コントロール B だからな、なかなかファーボールも難しい気はするが。じゃあ、うい、当たる。ファーボール、お、まずい。ファーボールが良かったなと思っていたが、やべえな、乱調っぷりがやばいな。あ、でも乱調消えた。おい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 、チャンスで打たせろや。よし、満塁ホームラン。これよ、恐怖の満塁男。これがおじいや。完璧に持ってった。で、またチャンス。1打席目の凡退がもったいなくなってるが、これもいったね。いやー、アウトコースおじい好きだな。持ってった。チャンスで絶好調。で、対左、対左。あー、このピッチャーは苦手だ。変化球マンだもんね。危な、ごめん。このピッチャーはミートできて。いやだよね、曲がるんだ。曲がりすぎるぜあれは。で、終了。 OK です。待って、今さ、上林さん3打点でヒーローだったよね。おじい7打点なんだけど。倍以上おじい取ってるんだけど、なんでおじいがヒーローじゃなかったの。そこが疑問や。ということで、ここでパーッとおごりだろ。しょうがねえ、おじいは優しい。ではショッピングモール行きたいと思います。ここでやっとだよ、さっき買おうと思ってたやつ。酸素カプセル1000万。毎回すぐに壊れるからな。あと、ささやかなプレゼント忘れてた。あと、腕時計、こちらも買っておきましょう。おじ、これで準備は満タンや。ということで、今度はオリックス戦。おっと、オーナー3連戦か。フルボッコにしてやろうじゃないか。ボッコボコや。さあ、打っていこうか。オーナーの前で活躍。対左ね、赤川。待って、変化球が見えなかった。あー、この野郎大丈夫か。よし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 、さすがに初球牽制はないだろう。だよね、オッケー。おじいが、よし、チャンス。そして対左、打て、ここで打て、ここで打たなきゃ。いつ打つの。
222とわざと振り遅れ、タイミングを見てる。チェンジアップがあるのをさっき盗塁する後、盗塁した後に確認したので OK。 ツーツー、ちょっとミートでよいしょ、 OK、 完璧、完璧なヒットや。回るかな回るかな回るかな、回らない、ナイスヒット、おじい完璧なヒット、あー同点、勝ち越しで、またチャンス、オッケー、オーナーが喜んでる。チェンジアップ、うわ打ちたかったな、今の打ちたかったな、よしこれも超える、よし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 、いいね、チャンス対左でしっかりと結果を残す、オーナーの前で。さあもう勝ったでしょう、打たなくてもいい、頑張ってね、カットしていきたいね、カットボール、カットボールをカット、危ねえ、しっかりと見て、いやいやいや、ど真ん中に失投はやめようぜ、それは左ピッチャーだけでお腹いっぱいだわ。はい、ヒーロー、オーナー3連戦も絶好調だな、おじい、多分しっかりと結果を残して、いやデッドボール痛かったよ、大丈夫、怪我してない、いや初球デッドボールは痛かったもんな、グキーとか言われなくてよかった。さらに、おいし、しょうがない、おじいのおごりか、まあいいさ、日本代表に選ばれてね。お、七夕監督の評価が上がるように、そこ神頼みじゃなくて監督の前でしっかりと打とうぜ、活躍しようぜ。そしてさらに試合か、 OK、 デーゲームか、ここで勝てばいいだけ、本気を見せてやろう。右か左かによるけどね。おっとチャンス、絶好調か、ここはちょっとな、シンプルに打っていきたいな。うぃー、パーム、パームはちょっと無理だこれは。 OK、 T 字変化で横変化もかなりの量だ。落ちる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 、よし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 、素晴らしい先っぽヒットで、 OG が走る、グッと変化球でセーフ。あのね、山川さんが打ちすぎてるんだよね、 OG 盗塁してもその後必ずって言っていいほどホームラン打ってくれる。パーム、ウェイ、ここまたチャンスだから打ちたい、打たせろ、オーナーの前で活躍させろ、ウィーパーム、うん、フォアボール、今日の試合まだ1個もない、今日の試合というか今日のパート1個もないから、オッケー、回らない、フォアボールが欲しいね、ちょっとまだ今日1個ももらってない、ちょっとカットしていきたい、カットカットの OG、 ウィーカウントは 2-1 から OG が見せてやろう、カットする、よし、カットする技術を身につけてきたぜ。いやーダメか、今カットうまくいったと思ったんだけどね、仕方がない、2個ぐらいはね欲しい、チャンスチャンス、まだ先発投げてんのか、しょうがないな、カットばしやろう、パーム、うわ落ちるな、パームがやべ、いやー伸びすぎた、うわもったいないな、これで試合終了、 OK、 まあまあまあ仕方がないね、今は最後打っておけばチャンスでね全て勝つという感じにはなったのだが、惜しかった、ミートしなかったね。マジック43、早っ、よっしゃ、ではゴルフ場行きたいと思います。夜の大会に出て賞金を稼いでいく、こんばんは、ということで、まあスーパーショットとかね連発してれば余裕でしょう。ワンタンメン、はい、優勝間違いない、57ね、イエーイ、優勝です、あざす。ということでガチャ、なになに、お風呂沸いてる、疲れが取れる、お嬉しい、いやーこりゃ気持ちいいだろう、マッサージがやべえ。そしてファン投票最終結果、最終結果なので、やったー、またオールスターにおじいは出場、オールスターからの国際大会めちゃくちゃ楽しみ。
早くハイパー自家用ジェットが欲しいぜ。ということで最後はね、なりきりプレイいきましょう。ここで2連勝で喜べおじい。おじいは喜ばねえか。さあ打っていこう。結果おじい守備機会なしだった。あ待って、これちょっとバントしようかな。バントヒット狙ってみようかな。うわ、ど真ん中じゃん、ど真ん中じゃん、アウト。もったいね、もうバントする気しかなかったからな。さあ対左打っていけ。いや、ナイスボール、いい球すぎたね。よーし、オッケー。ずれてたと思ったが持ってったわ。150ぐらい、154メートル。守備機会はねあるんだけど、ボールが飛んでこないね全く。うわー、際どい、いとこ投げすぎ。内角攻めだからって当てに来るんじゃねえぞ。いや、もったいない、作戦だったね。いやー、今狙い撃ちしたかったな。勝ち越しはダメだからゲッツーで来た。おい、オッケー。おじいのポロリもねゲッツーでしっかりと防いだぜ。いやー、よかったよかった、飛んでけー。さあおじいの打席や。さあホームランを狙っていこう。うわー、作戦か、作戦だ作戦だ。ストレートかな、あとはスライダー狙って。いや、うわ、どうよどうよ、落ちる。よっしゃよっしゃよっしゃ、三塁いっちゃう、三塁いっちゃう、三塁いっちゃおう。嘘です。せーの、よっしゃ、ナイス。せー、おじいの打席来た。ここで打てばかっこいい、ここで決めろ。ここでホームラン打ったらおじいに1000万ぐらいお金ちょうだい、オーナーさんよ。あーあー、終わった、やべ。今打球上がったかと思ったわ。うわ、オーナー3連戦最後は負けてしまったようだ。まあでもね、仕事はしたでしょおじい、多分ね多分ね。お、ミートが上がる、久しぶりに能力が上がったな。もうね、能力ガツガツは上がらないのかな。なんだい、お、ついに盗塁数記録、僕の記録まであと1個。誰、赤星さんもしかして。来た、黄金飯屋行きたいと思います。ここでしっかりと飯を食う、蓄えろ、体力を回復させるんだ。早くね、あそこ行きたいよね、温泉沸かしたいね。空き地に行きたいから、ここを体力しっかりと休んで。あんま回復しねえな。ということで、さらにお土産、お土産ピーナッツバターだって。え、どこのやつこれ、今どこ、千葉か。テレビ局行きたいと思います。6回目、そしてレベルが上がる。まだレベマじゃないかな、これで深夜番組が卒業かな。ディレクターね、おめでとう。ということで今日はここまで。年間ミッション、ファーボールはあと11個。こちらは今日は1個も選べず変わらず。そしてボールが止まって見えた丸3、あと1打点ですね。13試合あるので余裕でしょう。ということで、また次回のおじいもご期待ください。バイバッチ。